先日、新しいカメラ機材ということで、ニコンの最高峰のミラーレスカメラ Z9 をね、購入させていただいたんですけど、レンズに関してもね、いろいろと今集めて購入しているところです。 F マウントの一眼レフで使ってきたので、その中で、まあ、F マウントの方だったらね、まあ、いくつかレンズあるんだけど、 Z マウントということで口径が違うので、もちろんマウントアダプター使って、まあ、Z の方の機材で、このF マウントの、ね、レンズを使うことができるんだけど、やっぱりせっかくだったらね、やっぱり Z の機材であれば Z レンズを使いたいと思ってね、まあ、Z レンズを買うことにしたんだけど、新しく、届きました。最初紹介させていただいたこの24200のね、F4 から 6.3 の VR の、このあれ、これに関しては24200ということで、まあ、海外なんか行くときはこれちょっと活用していこうと思ってるんだけど、他にもですね、まあ、この F2 の 40mm の単焦点のレンズですね。あともう一個、ね、購入したのが、こちらです。こちらは、単焦点のレンズですね。Z マウント F1.8S ラインですね。なかなかいいレンズです。これは大体いくらぐらいだったかっていうと、税込みですね。あとはフィルター保護をつけてね、プロテクターをつけて、5年保証にして15万円ぐらいですね。はい。なのでこれに関しては、前説明させていただいて、例えば夜景とかね、星空とか、まあ、あとは広角でちょっと撮っていく中で、景色をね、撮ったりとかポートレートなんかも撮っていければなと思っていて、これも結構活用していこうと思ってます。 F1.8 ですね。はい。で、他にもですね、まあ、いろいろレンズ欲しいと思ってるんだけど、まあ、次欲しいのは100から400なんだけど、200から600の望遠レンズが、まあ、いずれ出される中でね、100から400よりも200から600の欲しいと思っていて、それが発表されればね、まあ、100から400買わなくてね、そっちを待とうかなと思ってるんだけど、いつ出されるかがちょっとわからないので、まあ、今待ってる状態なんだけど、どうしようかなって今考えてるところですね。100から400ということで、まあ、レンズ自体も税込みで、希望小売価格が38万5千円でね、まあ販売店なんかだと安く売られて35万ぐらいで売られてるんですけど、税込みで、それでまた200から600も出たらまた買いたくなっちゃうので、まあ、どっちかにしたいと思っていて、できれば200から600出た時に、それを買いたいと思ってるんだけどね。あとは他に欲しいのとしては FC でいうと F2.8 のね、2470のレンズですね。それも30万以上するやつか、なんでそういったところもちょっと欲しいと思っている、ね。まあ、他にもレンズだったらキリがないぐらいね、あれなんだけどね。で、これが一応24の単焦点のレンズね。まだこれ映像もアップしないし、写真でもちょっと紹介しないんだけど、なかなか結構綺麗にね撮れますね。これでやっぱいろいろ撮れるなと思うんでね、なかなかいいなって感じがします。はい。であとは他にもいくつか買ったんだけど、三脚買いました。三脚も結構いろいろ持ってるんですけど、まあ、海外用ということでできれば軽い方がいいんですね。まあ、耐荷重がやっぱりあった方が望遠のレンズ使う時なんかね、まあ、下がしっかり安定していいと思うんだけど、海外持ってく際っていうのはあんまり重たいとやっぱりその1カ国2カ国だったりね、周遊する際だったらやっぱ軽い方がいいんですね。先生、軽くて小さい方がいいですね。収納した時に縮めた時の高さも短くということで、まあ本当にカメラにね、カバンに結構入りやすい大きさがいいんです。で、耐荷重に関しては最低2キロはないと、まあこのね、Z の、まあ、本体、まあ、ミラーレスだけどすごい重いないんだよね、やっぱ性能がいいからね。でレンズも割と軽い感じなんで、24200もそうです。多分100から400のやつも全然2キロでいけると思うんだけど、耐荷重に関しては一応2キロにしました。まあ3キロ4キロとかってね、もしくはマンフロントとかのやつもあったんだけど、イタリアとかね、4キロとか8キロぐらいのやつもあったから、割と軽めでね。だけどここのね、ハンドルがついてない、ここで調節するってやつが、ちょっとそれがね、写真だけだったらいいんだけど、映像を撮る際にやっぱりこのハンドルって結構重要じゃないですか。なんでこれにしました。これは健康トーキングだということでね、出してるスリックですね。まあ、海外なんか行くとやっぱり日本の、まあ、カメラね、一眼レフミラーレスなんかがかなり、まあ、活用、多くの人の人気博してね、多くのところで見ることができるんだけど、それと同様に、
三脚に関しても日本のメーカーがね、の製品が、多く出回っていて、これがまあスリックのねやつです。健康、まあ健康トキナーなんだけど、まあ、健康とかスリックとかね、もしくはベルボンなんか、ベルボンのやつも持ったりするんだけど、まあやっぱり海外でもすごく人気で、私まあ三脚壊れた時に海外ポーランド行った時ね、ワルシャワで、ショッピングセンターでカメラの家電屋かあって、そこでベルボンのやつが売られてたんだね。東京の中野だったかな、本社があるのはね。それを購入した覚えがあるんだけど、こういうのもね、まあこれはね、一応ね、スリックということで、もちろん日本の健康的な会社ですけど、生産されてるのが、これタイに工場あるんで、メイドインタイランドということで、なってます。タイの生産拠点で生産されたものということで、スリックの、これはスプリントの L の110ですね。S もあるんだけど、S はもちろん短いんだけど、この L の110ということで、センターマルチポジションということで、ちょっとこの角度調節できる三脚のね、あとは水準器とか、クイックシューがこれ発するやつね。このクイックシューっていうのは結構この外せるんだけど、ま、これね、なくしちゃったら大変だから、これね、なくしたことあって大変な思いしたんだよね。で、あとはここのところグリップですね、ラバーグリップということ、結構握りやすいです。で、自重としてはこれ 1.18 キロなんで軽いんですね。2キロ近いやつもあったりするじゃないですか。もしくは本当にしっかりしたやつだったらサーキル4キロとかね、そのくらいあったりするのがたまると思うんだけど、これは 1.18 で、こう縮めた時の、高さとしては47.5センチなんで、カバンなんかにも結構入れやすいんですね。で、重さも 1.18 なんで結構軽めということで、なかなかです。で、ケースもついてるね。ケースに入れる。なかなかしっかりしてます。ちなみにこの価格としては、希望小売価格でだいたい2万6000円ぐらいなんだけど、自分が購入したのは2万と780円ですね。海外用ということで、まあ、周遊する際にね、結構役立つようなやつですね。まあ、伸ばしてって、ここのところね、まあ、こんな感じで伸ばしてっていくんですね。で、ここのところが結構調節できて、こういう感じでね。なんで、ここのところ、こういったところもちょっと特徴的かなって感じがしますね。マルチポジションですね。あとは、雲台があって、スルエの雲台ということで、まあ、ここ2つハンドルついてますけどね。なかなか握った感じもグリップで、これより1万ぐらい安いやつもあったんだよね、このスリックですよね。だけど、それと比べた場合に、耐荷重一緒だけど、やっぱりグリップとか握った感じとか、まあ、いろんな点において、やっぱこっちの方がいいなと思ったんで、1万円高いやつね、ちょっとね、買いました。まあ、海外持ってきますって、基本的にそんな高い三脚持ってかないんだけど、まあやっぱりちょっといいやつの方がいいかなと思って、1万円ちょっとにしてすると結局2万円超えるやつにしたんですけどね、スリックということで。まあこれから海外活用していこうと思ってます。まあ2キロが耐荷重なんで、一応これで2キロない、1.8ぐらい、1.6とかそのぐらい全然大丈夫です。ただ、例えばこれ重たいやつなんて200から600出たら、多分レンズもちょっと重いんで、2キロちょっと上回ると思うんだけど、それでもまあ、2キロちょっとぐらいだったら問題ないかなと思ってます。2.2、3キロだったらね。あんまり耐荷重上回るやつだと、まあ、本当にこっちがね、やられることあるので、一眼レフで撮影したときに、まあ、耐荷重は2.5だから、2、3キロのやつでやってたときに、望遠のね、タブロンのやつでやったときに、結構傾いたんで、やっぱり耐荷重、やっぱ重要だなと思ったんだけど、まあ、いずれにしても海外持ってく際ってやっぱりね、軽く周遊する際はね、やっぱり軽い方が、いろんなとこ行くときはやっぱり重要かなと思うところです。あとは、これは写真でも撮影するんだけど、もし写真だけの撮影だったら別にバッテリーいらないと思ったんだけど、新しくね。動画も撮影するので、動画撮影にということで、このリチャージャブルバッテリーですね。バッテリー EL の 18D をもう1個買いました。これが2万円ちょっとですね。はい。なってます。なので、あとは、CF エクスプレス記録媒体ですね、メモリーですね。カードが誰にも7000円だけど、動画も撮ると 8K ですと、本当に1時間30分しか撮れないので、もう1個ね、ネットで注文したんです。あとはこちらの白馬のカバンということで、まあ、これちょっと海外持っていくかどうしようか考えてるんだけど、バックパックの中に入れるとね、結構荷物になるんだよね。まあ、この中に入れ込めばいいのか。で、こんな感じで。まあ、背面だから、背面、背負う方にこういうふうになってるからね。なので、例えばスリとかに関してはかなり予防になるのかなって感じがします。で、この中に結構入れたりできて、あとタブレット入れたりとかね。
まあ、他にもここのところジュース入れるホルダーとか、あと雨降った時用の、このレインのね、そのありますので、まあ、ポケットのフロントポケットとかノート PC とかサイドポケットとかあってね、まあ、いろんな意味でいいかなと思うし、キャリーバーのホルダーとかあって、あとショルダーハーネスがチェストベルトとかあって、ね、結構背負いやすいかなと思うし、あとは三脚に関してはこっちからね、刺す、これだったら多分いけれますね、ここのところね、ちょうどいいなと思って、レインカバーもあるので雨降ってきた時のようにはレインカバーでやるってことができるんでね、ということで、これから、活用していきます。まあ海外渡航までに100から400買おうかなって言うんだけどね、で200から600を欲しいんで、それ待ってるんだけど、いつ頃出るかでまた分かればね、いいんだけどね、まあいずれにしても防衛も必要なので、今出てるのが Z レンズだと100から400かな、でそれ以降になるとまあ Z マウントじゃなくないやつで F マウント、まあ、アンダーアダプター使ってやるしかないかなと思ってるんだけど、まあ、いずれにしても防衛に関しては1本買う予定です。ということでね、また、まだちょっとこの映像とかも写真も出してないんですけど、またこれからね、Z9 で撮影してアップできればと思ってます。まあ、一通りだいたい前に持ってた機材であるんで、こういった例えばマイクとかですね、最近一眼で映像を撮るってことがなかったんでなんですけど、あとは一応このフラッシュですね、持ってますので、こういったものを随時使っていこうかなと思ってます、必要に応じてね。まあ、これが一応 2.8 こんな感じでね、すごいね、まあ、こんな感じです。なんで楽しみですね。まあちょっとその海外行く前にね、周遊する、まあ、行く前に日本をちょっと回ってるので、その中でいろいろ撮っていこうと思ってますので、またこちらでも紹介できればと思って。